もしもヒカキンがヒキニートだったら。ねえ、僕らもさ、子供向けの YouTube 始めたら、ヒカキンになれんじゃねおい、天才じゃんじゃあ最初の企画は、ゲームの紹介しよう。<laughs> ブンブンハロー YouTube。今日は、モンハンの体験版します。いや、体験版って、ヒカキンなら金使わないと。でも僕、ニート。オープン、無課金ま、ヒカキンはハイ課金だしな。やっぱ、僕らの好きな番組でも紹介しないお、いいね。 僕らの好きなのだと、仮面ライダーとかあんまじわじわかんないだろ、あの深みは。ああ、確かに。じゃあ、プリケアはいや、あれは18件でもいいぐらいだろ。ああ、そっか。待って、俺ら、子供が好きなものとかわかんねえ <laughs> <laughs>。じゃあ、簡単な小学校あるあるにしよう。僕から。えー、5次元目。眠い。<laughs> 次。<laughs> あんまないな。いや、あるでしょ。なんか、小学校時代の思い出言えばいいだけだよ。ああ。 一言目から六言目。ずっと家でアニメ。おずっと二次元目。<laughs> 引きこもりあるあるじゃん。じゃあ、不登校が初登校します。あ、いやいやいや。ヒカキンミディアになりたいなら、炎上しないようにしないと。僕は炎上の可能性低いよ。もういい年の、ニートだよ。可燃性高。社会の燃えるゴミじゃん。な最悪だ。炎上してる。マジか。なんて働け豚、できてる。あ、そんぐらいなら我慢だ。そんなんじゃあ。